エルザレク様を止めなければ。なあ、もう様はいらないんじゃないか。私たちダナ人にも親切に接してくださったんだ。なのに本心はまるで逆だったのか。むしろ彼こそが一連の黒幕と見るべきでしょうね。ティオハリムに不満を持つレナがいても不思議ではなかったけど、側近までとは思わなかった。そうか、皆が一つの考えに染まると信じることも。大丈夫かキサラ。このまま終わらせたくはない。頼む、力を貸してくれ。ああ、力で押さえつけようとする奴は俺たちの敵だ。それに俺もこの国の可能性を信じたい。衝突してるのかと思ったが、静かだな。共存派はすでに捕まったか、潜伏したよ。で、反乱側は宮殿か。早いとこ勝ち込もうぜ。乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。待ち伏せしているんだろうか。もともとレナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナの近衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見ると皆追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。なぜこんなこと。本丸の心当たりは。セルドの魔か。当たってみよう。壁壊せるんじゃない。よし、いつやってみるか。銃弾から大砲まで防ぐ代物らしいが、いけるのか。さあ、解除装置を探そうぜ。ケルザレクが何を仕掛けてくるか心当たりはあるか、キサラ。何か強い精霊術を使うのを見たことはない。武器の扱いも特に長けているわけではないと思う。ただ時々何か
妙なものを連れていたことがあった。妙なって何？わからない。何も見えないのに確かにそこにいるのを感じた。ズーグルの一種かもしれない。目に見えないズーグル。用心した方が良さそうだな。喉笛に食いつかれて初めて気がついたなんてことにならないように。容赦しないわよ。当てつけろ。止める。倒れろ。交流連歌だ。受けてもらう。カロリーの闇を報酬を飛ばれるとやりそう。シオ、頼めるか。え、任せろ。こいつは生きてるか。守りが固いな。突破口を開け。あ、頼む。アンズコナーは妨害を頼むよ。まとめて片付ける。はあ、成功。拡大的輝き攻める。止めると。精霊力を叩き込む。これで新しい武器作れないかな。この階の発端にある部屋だ。そこに解除装置があるのか。改めて思うけどさ、広すぎるぜここ。まったくだ。それに装甲兵はともかく、ここは抜かせ。放線開始。そういう連絡だ。放線引き取れ。やらせない。終わりの遠距離攻撃に注意。放線開始。そういう連絡だ。交代。援護要請。引き締めていこう。
するな。我が主のために。交流連結だ。この大将フッ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 。まずは防御を切る。待てよ。この大将を任せろ。交流連結だ。花よ、この大将を立ち続ける。決めた。これで終わりだ。私が妨害を頼む。魔王に頼むな。突破口を開け。あ、頼む。こういう連携だろ。これで誰だ。確実についてる。なんか機嫌いいな。ミハグサールってなんか五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたいね。反乱者たちの密書か。解除装置のことが書いてあるよ。でもこれだけでは情報が足りないな。
盾も鎧も傷はないな。反乱者たちのミッション、さっきのと合わせると執務室の戸棚に鍵があるみたい。ああ、調べてみよう。
そうな武具だね。
るしかない。わかりよって、今の敵に行ってやる。私が止めるよ。私が止めるわ。はずさないわ。もう許しはしない。攻勢に入り、マグナレイ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 、まとめて回復するわよ。攻める。援護要請。ハートレイ、助ける。攻勢、やっと許しかけ。ありをいじめて回復するわよ。よし、盾も鎧も傷はないな。させないためじゃないか。諦めるな。貴様、動きを止める。息の根止める。こっちの番だ。守りなさい。突破口を開け。
これで壁を消せたか。スルドの資質に隠すとはふざけた真似を。それもここまでだよ。ああ、スルドの間に急ぐぞ。